すごい怒ってますね。頑張ってよ、福ちゃん。皆さんこんにちは。だいぶ寒くなってきたということで、今回は雪を使った遊びをしていきたいと思います。今回ですね、遊んでくれるのはキツネとタヌキとなっています。で、今回ですね、こちらの雪山2つあるんですけど、この中にお魚1つずつ隠してるので、それをどっちが早く見つけることができるか勝負していきたいと思います。はい、行きます。はい、よーい、スタート。さあ、2頭が一生懸命掘り始めてます。キツネ早いです。かなり早い。さあ、タヌキも頑張ってほしいですね。さあ、フクちゃん、監督すごい掘ってますね。魚が隠してあるんですけれども、かなり掘り進めております。さあ、でもまだ両者見つけられてないですかね。お、監督見つけた。監督見つけました。ゲット。この1匹だけですね。はい、お、お、食い逃げ、食い逃げしていきました。さあ、おふくちゃん、おふくちゃんもね、おふくちゃんの中にもね、お魚さん入ってるから見つけてくださいね。さあ、かんたくんはですね、あっという間に見つけてしまったんですが、おふくちゃんね、おふくちゃん、こう探さないと。なんでカンタ君早かったかって言いますと、キツネってあの巣穴自分で掘るんですよ。だからさっさと、で、マイス使ってすごい速さで掘っていくんですけど、一方でタヌキは巣穴は他の動物が使ったものを利用しているので、掘るっていうのはね、あまりしないんですよね。おっ、おふくちゃん、もしやギブアップするかい。もうちょっと頑張りますか。もうないよ、ないって言ってますね。あるある。いや、探したらあるよ。大きいお魚さんあるから。あ、もうちょっと頑張る気があるみたいですが、こう、やっぱり足使ってないですよね。この顔で掘ってるというか。頑張って、おふくちゃん。おふくちゃん、どこ行くのか、あっちゃうのか。顔真っ白にして。終わっちゃうのかい。頑張るか。もうちょっと頑張ってもらいましょう。魚がね、丸ボボと一匹あります。お、いい感じです。今、大きい体を揺らしながら顔を使って掘るっていうタイプですね。うまいペースですね。おふくちゃんね、あ、見つけた。見つけました。おふく、見つけたのかい。見せてごらん。あ、ちょっと持ってます。よかったね、おふく、頑張って。おめでとうございます。それでは両者とも魚を見つけてくれました。さあ、それでは皆様いかがでしたでしょうか。こちらの雪中対決はキツネのカンタ君が勝利となりました。今ですね、映ってるのはタヌキのおふくちゃんなんですけれども、おふくちゃんはですね、この後見つけてよろしくいただいております。さあ、他にもですね、こうやってあの他の違う種類の動物たちで対決できることあったらですね、どんどん挑戦していきたいと思いますので、皆様も楽しみに待っていてください。さあ、今回のキツネさんとタヌキさんの雪中対決面白かったよっていう方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。さあ、今回頑張ってくれたのはキツネのカンタ君とタヌキのおふくちゃんでした。ありがとうございました。終わりました。